はい、ナオズです。今回紹介するのはレゴスピードチャンピオンのロータスエヴァイア76907です。部品の袋は2つで、パーツは247個、シールシートが1枚で、説明書が1冊です。それでは組み立てていきます。はい、完成です。ミニフィグ黒のヘルメットをかぶってるんですけど、このヘルメットを紙パーツに変えられます。で、この紙パーツなんですが、カウンタックのドライバーの紙パーツの色違いのパーツになってますね。で、上半身、それから足パーツが新パーツになってます。結構ね、細かいプリント入ってますよね。そしてエヴァイアです。かっこいいですね。このグッと固まってる感じがね、個人的にはいいなと思いました。で、手前の下の方はあの黄色いラインがうっすらありますけど、実は反対側しっかりはっきりと出てるんですよね。で、これなんでこんな感じかというと、シールのねカットがずれてるんですね。こっち側黄色いラインがもうがっつり残ってるのがわかると思います。で、多分個体差だと思いますんで、皆さんが購入されたら、こっち側もね、こんな風に黄色いラインが出るんじゃないかなと思うんですけど、まあもしこんな感じで同じようなラインの出であれば仕様なんだと思いますんで、その時はできればコメントいただければ嬉しいです。ちなみにパッケージにもしっかりねラインが出てますんで、多分こんな風になるんじゃないかなと思います。そういう意味ではね、すごく残念な感じですよね。フロント周りエアインテークのところよくできてますよね。サイドのところにシールを使ってうまいことこの形をね再現してるんじゃないかなと思います。かっこいいですね。スポイラーのね低さもいい感じじゃないかなと思います。あとフロントライトがこれプリントになってるんですよね。まあ、最近あんまりプリントだったのはね、なかったんじゃないかなと思うんで、やっぱりねプリント嬉しいなと思います。あとボンネットのところなんですけど、さっき言ったシールが、ずれてますんで、一応これ黄色いところは真ん中に来るようにしてるんですけど、貼り方をね、この際のところに揃えてます。もしずれてる場合はこんな風にすれば、まあ、遠くから見ればね、真ん中になるようになりますんで、こういう風にするといいかなと思います。それからサイドのこのエアインテークのところの造形が素晴らしいなと思いました。パーツをね、何層にも重ねて、このね独特な感じを作ってるということで、かっこいいですね。それとホイールパーツガンメタ状になってて、これねかっこいいなと思いました。もう一種類こっちがありますんで、全部これに変えることもできるようになってます。もちろんですけど、ランボルギーニにこのパーツ付けることもできますし、ランボルギーニのホイールパーツをここに取り付けることもできるようになってます。はい、ということで、ホイールをね全部ランボルギーニのパーツにしてみたんですけど、いかがでしょうか。これはこれで悪くないんじゃないかなと思いますね。すごくホイールが自己主張している感じはしますけど、これはこれでなんかかっこいいんじゃないかなと個人的には思いました。で、運転席周り風防プリントパーツがついてます。かっこいいのついてますよね。で、これ開けるとこんな感じになります。これねオープンカーとしても十分いけそうな感じはしますよね。まあ実車がね、もちろんこうやって、風防がついてる状態だ
だと思いますんで、なかなか難しいのかもしれないですけど、乾燥パーツみたいなのがあって、オープンカーにできるんであれば、それはねすごくいいんじゃないかなと思いました。個人的にはこのままでもかっこいいんじゃないかなと思います。でミニフィグを座らせるとこんな感じですね。いいですよね。本当ねこのままでもいいんじゃないかなというぐらい様になっててかっこいいなと思うんですけど、実はこの紙パーツの状態でこれねカウンタックと一緒ですね、風貌を戻すことができます。これいいですね。前はねヘルメットでは戻せてたけれども、紙パーツだとこうやってねウックタイプが結構あったんですよね。でもこの紙パーツになってからこうやってね、風貌パーツこのままでも戻せるということで、これはねいいんじゃないかなと思います。結構僕文句言ってたんで、見てくれてるっていうことは多分ないと思うんですけど、この仕様になってからね個人的には本当に嬉しいですね。でその後ろエンジンルーフのところなんですが、クリアパーツがついてます。それにプリントが載ってるんですよね。このパーツかっこいいなと思いました。でこのパーツですけど、こうやってね上に上げられるということで、実写はどうなんですかね、ちょっとよくわかりませんけど、なかなかねかっこいい仕様じゃないかなと思います。で開けるとちょっと円筒状のパーツみたいなのが見えますよね。エンジンとまではいかないんですけど、それっぽいパーツがちらっとね、見えますんで、こういうところはいいんじゃないかなと思います。なんかねちょっとこだわってる感じがしていいですね。でその後ろここにグリルパーツみたいなのがありますんで、おそらくこの下にねエンジンがあるということなんだと思いますね。でサイドのこの黄色いラインですけど、さっきのねシールのカットのズレになりますんで、多分皆さんが購入されたら、しっかりまっすぐになってるんじゃないかなと思います。で一番後ろの部分のこのスポイラーですね。これねスノーボードのパーツをそのまま使ってるんですよね。すごいなと思いました。こんな使い方があるんですね。個人的にはねこのポチポチ感がちょっと気になるところではあるんですけど、形状としてはねでもすごくそれっぽくていいなと思いました。そしてリア周り、これね実写がちょっとねよくわからないんですけど、赤のクリアパーツの入り方がねすごく綺麗ですね。もうぐるっと、回ってるような感じになってますんで、これはねなかなか凝った作りになってるんじゃないかなと思います。ロータスのね、部分とか下の部分もこれねシールずれてますけど、これもカットによるものになってます。ね、カウンタックの時もお話ししましたけど、ロードプレートのね、サイズとはちょっと違ってますんで、2台並べて遊ぶっていうことがロードプレート上ではできません。その辺は注意してください。はい、いかがでしたでしょうか。シールのカットは残念だったんですけど、いいパーツがついてて造形もすごくかっこいいと思いますんで、おすすめです。このセットのパーツ数は247個です。以上、レゴスピードチャンピオンのロータスエヴァイア76907を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナオズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。